ひろきさんの先月のプチ炎上の鎮火方法をあえて Twitter などの発言を増やしてアンチにとことん書きたいことを書き込ませて謝罪を求められれば差別発言で逮捕されたらと条件を出しアンチが同じことを繰り返しコピペするぐらいしかできなかった頃にモデレーター全滅させるさすがだなと思いましたえ知識だけではなくいろいろ経験をしているひろきさん簡単には真似できませんねえっとあの FG さんのことだと思うんですけどえっとなんだっけあのそのピュータンという言葉がどうかっていうやつで えーった,った、えー、強調のためによく使われるは何かの間違いでしょう」えー「単なる強調のために使ったりしたら教養を疑われるどころでありません」「直ちに無教養無来感最下層階級という烙印が押されます」っていうのを書いていてであのその証拠をまだ彼一回も出したことないんですよね で僕その「ピュータンってこうやって使われますよ」っていうのを、まあ、動画だったりとかそのマクロン大統領がこう言ってますよとかだったりあの映画でこういう風に使われてますよとかあとそのピュータンってこういう言葉の使い方するよっていうのをその英語で説明してる人だったりとかその日本語でフランス語のその使い方を説明してる YouTube の動画とかそ客観的な証拠を僕何個もあげたんですよ。であの人ってまだ証拠ソース1個も出してないんですよね。 でなんか「あの俺フランス超長く住んでたよね」っていうのと「ひろゆきってやつが信用できないよね」を言ってるんですけど別に僕が信用できないのは全然構わないですよただ僕が出したソースが信用できるかどうかと思うんですよね。いやその辞書に強調で使いますよって書いてありますよねとかっていうので,で別にあの僕が信用できないやつでも辞書 がじゃ辞書が信用できないんだったら、まあ、それは辞書が信用できないって言ってればいいんですけどただその要はあの例えば僕が超絶嘘つきだったとして 1+1 は2だよねって言ってでその超絶真面目な人が 1+1 は3だよねって言ったとしてでどちらが正しいですかって別に本人の信用性関係ないと思うんですよね。 なのであのであ信用性僕の信用性とか僕の悪口をいくら言ったとしてもその小島さんでしたっけあの人が証拠を1個も出してなくて自分すげえって言ってるだけっていうのは変わってないのでなのでそれ以上は僕どうしようもないと思うのであのもしお暇でしたらあの証拠をお願いしますっていうのを伝えていただけると。<laughs>